俺の計算じゃこの先で奴らと遭遇する可能性が高い。いよいよね。これからの作戦を説明する。みんなしっかり覚えておいてくれ。わかった。なるほどな、了解した。激しい戦いになる。みんな気を抜くなよ。よし、それじゃあ対面と行くか。そろそろ木の葉じゃねえの。ああ近いな。暴れて暴れて暴れまくって、邪神様の素晴らしさを骨の髄まで教えてやるぜ。暴れるのはいいが、人中力のことを忘れるんじゃないぞ。おっと、そうだったそうだった。まずはそいつをぶっ潰さねえとな。デイダラの話だとなかなかの強さらしい。気にしすぎなんじゃねえの。つか俺に勝てるやつなんているわけねえし。その油断がいつか命取りになる。また言うのかよそれ。とにかく油断はするな。人中力以外にも木の葉の忍びはなかなかの粒ぞろいなのだからな。ゾクゾクするぜ。ヒダン。何度も同じ手にかかるかよ。出てこいよ、そこにいるんだろうが。お前はあの時の。なんだなんだ、もしかして弔い合戦のつもりか。しかもたった一人で。バカじゃねえの。てめえなんかが勝てると思ってんのかよ。気をつけろヒダン、あいつ何か策がある。策だ、んなもん関係ねえよ。弱いもんはくたばる、どうあがいてもな。やってみろ。言われなくてもな、今すぐにやってやるよ。アスマ見ていてくれ。邪神様、見ててくださいよ。こんなやつあっという間にぶっ潰ししまいますから。
まずは作戦成功だぜ。てめえ。ふん。このガキや。よし。何がよしだ。俺と格図を切り離しただけじゃねえか。お前の相方は俺の仲間が相手をする。援護は誰も来ねえぜ。んなもんいらねえよ。てめえなんぞ、俺一人で十分お釣りが出るんだよ。カカシ先生、ジョージ、イノ、もう片方は頼んだ。こいつは俺の命に変えても必ず倒す。俺とヒダンをばらけさせたか。あの子そなかなかやる。そして俺の相手はお前たちが務めるわけか。そういうことだ。1対3。この判断は正しいぞ。何せこの俺は強いからね。この葉か。お前らの額当てを見ると一番最初に戦った木の葉の忍びを思い出す。あの初代ホカゲはな。何？え、それじゃあ一体何歳なのこいつ。お前たちに昔話を聞かせてやってもいいが、あいにくとそんな暇はなくてな。さっさと決めさせてもらう。二人とも気を抜くな。少しでも気を抜くとやられるぞ。はい。気を抜かずとも結果は変わらん。お前たちは今日ここで終わる。後ろだよ。やった。オッケー、いけるわ。大気バニー、やった。バンカーナ、それ援護するよ。よし、これで残りはもう一人だけだな。終わった。よし、
すぐに鹿丸の応援に向かうぞ。はい。残念だが、そううまくはいかん。だがここまでやるとは思わなかった。さすがはこの葉の忍び。そんな、手応えはあったはずなのに、なんで普通に動けるの。本当の節か。いや、それは少々違うな。俺は5つの心臓をストックしていてな、それらを全て潰さぬ限り倒れんのだ。なぜそれを教えるか分かるか。これを教えたところでお前たちと俺の差は埋まらないから。いかんともしがたい圧倒的な力の差はな。こんなのどうすれば。このままではまずい。さて、そろそろ刈り取らせてもらう。貴様らの命。だいぶ修行も終わりに近づいてきたな。もう一度やってみるってばよ。いや、そこまでにしておけ。え、ばあちゃん。どうしたのですか、わざわざこんなところにまで。うん、実はお前たちに任務を持ってきた。任務？しかし、僕たちの任務は代わりにさくらたちが。今回の任務はお前たち、特にナルト、お前が最も遂行できる可能性が高い。俺がどういうことだってばよ。詳しく聞いてみる必要がありそうですね。え、じゃあ鹿丸たちが暁のとこに。ああ、そこでお前たちには奴らの援護に回ってもらいたい。いけるか。ああ、任せといてくれ。暁、俺の真術でぶっ飛ばしてやる。よし、それでは今すぐ向かってくれ。事態は一刻を争う。はい。なかなかにしぶとい。強い。どうすればこんな奴に勝てるのよ。体が重い。車輪がを使いすぎた。久方ぶりに心躍る時間だった。だがそれも終わりだ。体が消えろ。そこまでだってばよ。こいつはナルト。いいタイミングだ。お待たせしました。大丈夫ですか。ああ、なんとかね。救援に来たってことは完成したのか。
いえ、まだ5割程度です。そうか。けどまあ見ててください。以前のナルトとは別人ですよ。こっからは俺がやる。無駄に粘りやがる。でもま、お前はもう限界だろ。お前一人でよくここまで戦ったな。一応褒めてやるぜ。それくらいやれるんなら、さぞかし邪神様も喜んでくれるはずだ。俺は一人じゃない。あ？俺は一人で戦ってるんじゃない。何を言い出すかと思えば、わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。俺にはもう一人ついてる。俺の背中を押してくれる。あの人が俺の中にいる限り、俺は負けねえよ。今さら立ち上がってどうするってんだ。てめえの負けはもう決まってるようなもんだぜ。まだ勝負は決まってねえ。決まってんだよバーカ。いくらピーピー吠えようが、結局てめえは逃げになるだけだ。俺たちをなめんなよ。見過ぎたことだ。いつの間にこんな。前もってここに仕掛けを準備してただけのことだ。
こいつ、まさかあの戦いの中で俺をここに誘い込んだってのか。ありえねえ。何者だこいつ。そこの深い穴に起爆符だ。これからどうなるかお前でもわかるだろう。てめえ、人を呪わば穴二つ。お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。俺は死なねえ。必ず這いずり出ててめえに復讐してやる。この森は特別な場所でな、俺たち一族だけが立ち入りを許されている。これから俺たち一族がずっとお前を見張っておく。ガラてめえには絶対罰が当たるぜ。大いなる裁きがお前に。そんなもん怖かねえんだよ。俺とお前じゃ信じてるもんが違う。何？俺が信じてんのは火の意志だ。よくやったな、しかも。ああ、俺の火の意志、お前に託したぞ。じゃあな。渦巻きナルト。そうか、お前が九尾の人中力。まさかお前の方から出向いてくれるとは。探す手間が省けた。やってやる。ちょっと待ってよナルト。あんた一人じゃ危険すぎるって。そうだよ、ここはみんなでやろう。確かにな、この状況、今は5対1だ。危ない橋を渡る必要もない。赤井先生。ん？確かにチームワークは大切だ。それは分かってる。でも今俺はその危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。向こうへたどり着けなきゃ俺はいつまで経ってもガキのままだ。その橋を外すようなことはしないでくれ。ヤマト、お前はどうだ。カカシ先輩はまだ見てないですよね。以前のナルトとは別人だってところ。決まりだな。行けナルト。俺も舐められたものだ。修行の成果見せてやる。貴様はここで終わりだ。やってやる。フーマ手裏剣。行くぜ。どうだ。今度はこちらだ。
少々侮っていた。形が変わりやがった。
るぜ。行く。よし、どれほどの術になったか試してみるぞ。よし、四代目。よし、やったね、ナルト。ナルト、すごいじゃない。よくやった。封筒、螺旋手裏剣。攻撃回数が桁外れだ。あれはシャリンガンでも見切れない。ナルトは本当に強くなってきた。俺を超えるくらいに。感じてるか、ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよ。なあサスケ。そろそろ世代交代の時代だな。よし、みんな解散だ。五代目には俺の方から報告しておくから、各自体を休めてくれ。おっす。ねえねえ、しかまる、この後ご飯でも食べに行かない？ねえ、悪い長次、俺ちょっと用事があってよ、先行くわ。じゃあな。
こんなとこにいたんすね。つか、出歩いてていいんですか。鹿丸。どうしたんすか。うん。ただ、ちょっとね。将棋の相手がいなくなったわね。あなたはアスマの一番のお気に入りだったから、寂しくなるでしょ。大切なことからくだらないことまでいろんなことを教えてくれたんすよ。俺めんどくせえってダダこねてたから、ガキの頃そのせいで失敗ばっかして、その度アスマに守られてばっかで、それでかな、つかみどころのない変な先生だったけど、俺にとっちゃむちゃくちゃかっこいい大人だった。今度は俺の番っすよ。その子が生まれたら、今度は俺がその子を守る師ですから、かっこいい大人にならねえと。ありがとう。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。木の葉を担うこれからの子供たち、それが玉だろ、アスマ。俺の火の石、お前に託したぞ。ああ、しっかり受け取ったぜ。よう、ナルト。エロ仙人？どうだ、一杯。ってわけで、性質変化をものにできたんだってばよ。さすがわしの弟子、わしも鼻が高いぞ。どうした？今回はいろいろ考えることがあったってばよ。アスマたちのことか。うん。人を失うという悲しみはこの上なく辛く苦しい。つながりが深ければ深いほどその悲しみは深くなる。それは人である以上当然の感情だ。だがその悲しみを超えることができれば、人はまた強くなる。今回の一件で鹿丸たちは大きな傷を負ったが、アスマの意志を引き継ぎ新しい強さを手に入れた。そういうのあんまりわかんねえってばよ。今はそれでいい。だがいつの日にかお前にも分かる日が来る。そうかな。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。へ、いきなり何の話をしてんだ。いつでもお前を信じておるからな。はあ？どうしたんだよ、エロ仙人。さて、どっちがラーメンを早食いできるか競争でもするかの。負けた方がここのお代の支払いだ。あと、いきなりずるいってばよ。相手を油断させてことを有利に運ぶ、これも立派な策の一つよ。ジクシュー、そういうことだったんだな。負けるか。
いくつもの戦いを経て少年たちは強くなる。ゆっくりと確実に。時代は移り変わろうとしていた。親から子へ、師から弟子へ。力、技、思想、幾多のものが受け継がれ、つながりが生みし、一筋の光を信じ、少年は道を歩む。そして闇もまた同じく巣穴の中で力を蓄えし、復讐に囚われた者、彼もまた新たなる道を今こそ歩まんとしていた。羽ばたきの時が迫っていた。